本位銀貨として広く流通した、スペイン系8レアル銀七1768年名、ポトシ鋳造アメリカの1ドル銀貨モルガンズア八1884年名、アメリカの貿易銀1873年名本位銀貨とは、銀本位制が施行されている貨幣制度下において、本位貨幣として鋳造され発行、流通した銀貨のことである。 補助貨幣とは異なり、効果に表記の額面と実質価値に差はなく自由鋳造、自由誘拐が認められ無制限通用力を有している。日本では明治時代に進化条例において発行された一円銀化と貿易銀がこれに当たる。また日本以外の国では15世紀以降スペインがメキシコをはじめとするトル。 中南米諸国で駐造した8レアル銀貨が当時の国際通貨になっていたほか、オーストリアのマリアテレジアの1ターラー銀貨、アメリカの1ドル銀貨、フランスのゴフラン銀貨などが有名である。また日本、イギリスやアメリカなどでは海外貿易専用の貿易にも駐造された。基本的にこれらは先に述べた、スペイン系の八レアル銀貨を模した百二十グレン程度の両名を有する日に、 900、直径38ミリ台の大型銀貨である。本位金貨は各種の両目、サイズのものが鋳造されたが、本位銀貨については、ほとんどの場合このサイズに限定されていた。各国が金本位制に移行して、これら大型の本位銀貨は、概ね1930年前後に姿を消した。ありがとうございます。